新特撮センティカ F8ABA6 ジサリス。2021年4月5日、井上雅弘が出演する YouTube チャンネル GG チャンネル内でピンクの特撮プロジェクトとして発足。何か僕だけができるような仮面ライダーディケイドやガロシリーズで出演していた俳優がその経験を生かし、とりあえずピンク色のヒーローを作るという宣言を、あの特撮の天使、岩船から始まったドラマで、新しい特撮を作りたい。監督には新進気鋭な田辺明弘を起用。脚本にはガロシリーズでおなじみの田口圭。アクションには数々の名作でも起用されている富田実。ヘアメイクは仮面ライダーディケイドでメインでヘアメイクをやっていた佐藤康さん。もう僕衣装は神の牙ジンガで大騎士のコートを制作している黒田正彦。開けます。特撮を作る上でのプロ中のプロをスタッフとして迎えることにしました。特撮ありがとうございます。もちろんドラマを作る上で重要な音楽。今回のバトルテーマはバイオリンを使い、作曲は石井信孝とバイオリニスト三輪篠の協力も得て徐々に組み上がっています。 YouTube 企画である以上、視聴者からのストーリー案募集も行い、数々のアイディアが脚本に埋め込まれます。特撮といえばスーツ、デザイナーはガロシリーズでおなじみの高橋健さんがデザインし、デザイン上で新しい特撮がこの世に生み出された。この新しい特撮に誰が出演するのか。井上雅弘が直接交渉の末、仮面ライダーアギトを演じられていた歌手の式、仮面ライダーナイトも演じていた松田さとし、誇りなんですけどみたいな。 TikTok フォロワー800万人超えの林隆之、ガロシリーズで黄金騎士ガロを演じていた栗山渉やりますと、特撮にゆかりのある豪華なメンバーが集結。やります。お願いします。特撮作るにはお金も必要ということで、スポンサーにも直接交渉、規模感も大きくなる。そしてついにスーツも制作完了。特撮造形はセーバーさんとリッチーさんに協力依頼、かなりの短期間でクオリティの高いスーツが出来上がった。ここでは紹介できないくらい山あり谷ありで、この企画に取り組んできて特撮を作る大変さを思い知らされる。決まったスタッフさんとかキャストの皆さんとか、いやちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと一回考える時間欲しい。言葉が今出てこないです。なんとかクランクイン、ついにいよいよピンクの特撮のクランクインです。撮影が開始されたのは2021年12月、クランクイン予定は11月だったので少し遅れてのクランクイン。順調に撮影が進み、2月に撮影が終わる予定。自分の体に合わせてもらってるんで、はいはい、いい感じです。おー、よかったです。非常にも時間が過ぎて、そんな現在、果たしてこのプロジェクトはどのような状態なのか、進捗情報をお届けします。久々のピンクの特撮プロジェクトの、まあ、進捗を伝えたいなというふうに思うんですけれども、いや遅れてますね。だいぶ遅れてます。というのも10月5日現在ですけれども、撮影が終わっておりません。まだ残っております。ちょうどクランクインしたのがね11月だったので、ほとんどもう1年がかりで撮ってるっていう形になってしまいましたね。で、この当初の予定だと2月に終わるっていう話があったんですけれども、まあ、ずる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 
残札が伸びてしまいましたね。まあ結構ですね、その間に機材をレンタルしてたりとかっていうのが、まあ、あったりとかして、まあ、それがずっとレンタルしっぱなしとかになったりとかするんで、まあ、そういうのでやっぱ予算がかなりかかってきたりとか、編集ですけれども、撮影がやっぱり遅れれば遅れるほど編集もどん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 遅れてはいるんで、ついこの間ある程度の目処がついたぐらいで、まだまだちょっと CG まで全然いけてなくて、その CG がですね、これまたすごく時間がかかっているわけですよ。ということで今年公開できるかどうかわからないという状況になってしまいました。皆さんすごい期待して待ってくれてると思うんで、ちょっとでもいい作品ができればいいなっていうので、変わらずちょっと頑張っております。誠意制作中でございます。まあ、進捗らしい進捗を全然最近できてなかったので、これも一個変えたことがあって、ロゴをとりあえず変えることになりました。なんか前のロゴもね、別に気に入ってたんですけど、ただですね、一つちょっとやっぱり気に入れなかったのが、ピンクの特撮なのにピンク色入ってないっていうのがちょっと、気に入らなくて、ちょっとピンク色入れたデザインにしたいなっていうので、ロゴを新たに作り直しました。そのロゴがこちらでございます。非常にかっこいいロゴに仕上がってるんじゃないかなと、ロゴだけでもちょっとワクワクしてくるロゴには仕上がってるんじゃないかなというふうに思っております。今日皆さんにちょっと進捗をお伝えしたいのが、オープニングの現状とそして主題歌が合わさったものを、公開できたらいいなというふうに思っております。今この状態だというのを皆さんにちょっと分かっていただけて、そしてここからどん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 もちろん作り込んでいく予定ですので、期待していただけたらいいなというふうに思います。それでは本部を初公開、現状のオープニングです。どうぞ。皆さんどうでしたか？めちゃめちゃ出来上がってるでしょ？はい、ここから今頑張って作っていっております。進捗を楽しみ、ということでですね、オープニングの進捗と、主題歌の公開ということをさせていただきました。ここからね、公開にかけて、たくさんたくさんレベルアップしていけたらなというふうにも思いますので、今後もセンティカ F8ABA6 ジサリスをよろしくお願いします。またね。